こんにちは、タロタロです。モンスターハンターライズバージョン 3.0 のアップデートから約2ヶ月が経過しました。この2ヶ月間で自分はいくつかのタイムアタック動画や解説動画を投稿したり、他の人の主催した主さんとタイムアタック大会に凄腕タッチプレイヤー3人と戦略を練りながら出場したり、自分自身でタチソロタイムアタック大会を開いていろんなタチ使いの装備やプレイを見たりしてきました。今回の動画では自分が今までに実際に使ってきた装備や検討を重ねてきた装備について、装備スキルを紹介するとともに、どういう時どういうモンスターに対してなぜその装備を使うのか、その使い分けについて自分なりの考えを話していこうと思います。はじめに今回の動画についての簡単な注意を説明します。まず一つ目は、今回の装備スキルはタチトロタイムアタックを主にやる人の目線になっていて、どちらかというと生存よりも火力を重視したスキル構成で、マルチよりもソロでいかに早く狩るかということに重点を当てています。そして二つ目の注意はお守りについてです。自分は能刀術3スロット3スロット2という語石を持っていますが、今回の動画ではその語石を使った装備と、比較的多くの人が持っている能刀術にスロット2が2つの語石を使った同じような意図で装備スキルを組んだ構成についても紹介します。今回紹介する装備スキルはこんな感じです。最初に属性たち、そして次に物理たちを紹介します。各装備ごとにチャプターを振って分かりやすくしておくので、よければ気になる装備だけでも見ていってください。それではどうぞ。まずはじめに竜属性から紹介します。竜属性装備はバルファルクたちにバルファルク意識を組み合わせた装備を使っています。語石は能刀3スロ32から紹介します。この装備では会心の火力を上げるために超会心をレベル3まで積んで、さらに見切りを4つ埋めて強化方向込みで会心率が 100% になるように調整してます。残りのスロットはさほど重要ではありません。百竜強化は飛竜種などの竜種特攻が効く相手に対しては竜種特攻、それ以外は攻撃力強化でいいと思います。この装備のおすすめポイントを紹介します。まずは竜属性と竜気活性の相性がいいことです。竜気活性は一度発動すると竜属性以外の属性ダメージをなくしてしまいますが、竜属性は関係ないので大幅な攻撃力アップが見込めます。そしてもう一つは、現在あるクエストだと一度も研がずにクリアできる点です。クエスト中に一度も砥石を使わなくていいのはかなり楽でおすすめです。そして一番のおすすめポイントは太刀がかっこいいこと。この装備は竜属性が弱点で、かつ飛竜種などの竜種特攻が効く相手に持っていくのがいいと思っていて、特に通常と主問わずリオレウスとリオレイヤーに持っていくのがおすすめです。それでは次に能刀にスロット22での装備を見ていきます。先ほどとの差としてスロット2が1つ少ないことが挙げられますが、この装備で言えば攻撃が3落ちるだけなので、あまり大きな差ではありません。そして最後に、実際に自分が主リオレウスで使った扱いが少し難しい代わりに火力はかなり高い装備を紹介します。それは見切り4攻撃1の部分を攻撃4渾身1に変えることです。能刀術にスロット22の場合は渾身に攻撃2とかになるかと思います。この装備だと渾身による会心率上昇をかなり当てにしているので、迂闊に回避行動を取ると火力が落ちてしまう点が難しいです。次は火属性です。火属性は2つの太刀を紹介します。1つ目はリオレウスの太刀です。この太刀はバージョン2の頃から猛威を振るってましたが、今でも火属性の太刀の中ではかなり火力が高いです。スキルは見切り4弱点特攻3で、強化方向込みで会心率 100% にしています。そして攻撃レベル7で物理火力を上げて、火属性強化と炎輪の恩恵で属性ダメージを伸ばしています。ただしこの装備だと砥石高速化はないので、タイムアタックの時はドスキラージを使っています。百竜スキルに関してですが、弱点特攻属性は属性肉質が25以上の部位に発動しますが、発動してもしなくても攻撃力強化の方がダメージが上がるので、攻撃力強化を採用してます。この装備の特徴は攻撃力も属性もある程度高いので、兜だけでなく居合抜刀鬼神斬りもかなりダメージを出せます。おすすめのモンスターとしては、大名槌や御社覇気などの火属性の肉質が比較的柔らかいモンスターに持っていくといいと思います。個人的には安定したタイムを狙いたい時はおすすめの装備かと思いますが、本当に最速タイムを狙いたい時は口述する物理たちに少し劣るかなと思います。そして能刀術2のお守りの場合ですが、ベリオの胸を採用して見切り4が見切り3渾身1に変わり、炎輪の恩恵がなくなって火属性強化が1増えてます。見切りが渾身に変わることで少し安定性は落ちますが、火力自体はあまり変わりありません。それでは次にカムラたちを紹介します。
カムラたちはそこそこの攻撃力、そこそこの属性、そして高い会心率とスロット3がついていて、匠を積むと白ゲージまで出るのが特徴です。スキルは見切り3と弱点特攻3で、強化方向なしに会心率が 100% を超えます。あとは超会心で火力を上げつつ、匠で切れ味を伸ばしています。割と自由なニスロに攻撃用2スロット入れているんですが、切れ味が足りない場合は豪人研磨もおすすめです。1スロットも4つほど空いています。百竜スキルは攻撃力強化4が安定して強いですが、水星系特攻の対象モンスターに対しては攻撃力が 1.1 倍に跳ね上がるのでかなりおすすめです。この装備の特徴としては、強化方向を使わなくても会心率が 100% に届くので、音も強化方向に縛られず、ガルク2体のような構成で使うこともできます。そして何といっても水星系特攻がついているのはかなり特徴的で、個人的にこの武器は最強最悪ノーロミドルを討伐するためにカムラの里で作られた最終兵器かと思っています。能刀術2の場合は見切り3を渾身1に変えれば火力面では遜色ない装備が作れます。ただし攻撃2を入れていた2枠が自由ではなくなるので、豪人研磨を採用したい場合とかは使いにくいかもしれません。次は水属性です。水属性はジュラトドスの太刀とオロミドロの太刀を比較しましたが、タマミツネの太刀が現環境では最も火力が出ました。タマミツネの太刀は攻撃力も属性も会心もそこそこで、匠を2積むことによって白ゲージまで出るので、豪人研磨を使う想定で組んでいます。百竜スキルに関しては攻撃力強化が無難に強いと思います。この装備の特徴としては、属性値がそこそこあるのにもかかわらず、攻撃力や切れ味、会心率の基本スペックがかなり揃っているところです。そして何よりめちゃくちゃかっこいい。この武器を持っていくのにおすすめのモンスターは水が弱点なテオテスカトルです。居合に関してはティガタチよりも火力が高く、豪人研磨のおかげで白ゲージが長い間維持できるのも強みです。ただしこちらも先ほどのレウスたちと同様に、本当に最速タイムを狙いに行く場合は攻術する物理たちの方が少し火力が高いと思います。検討した結果タイムアタックをすることはなかったですが、かっこよさと強さを兼ね備えたいい装備だと思います。そして能刀術2のお守りの時はこんな感じで、他と同じように見切りが渾身に変わることで少し不安定になるかと思います。それでは次に氷たちを見ていきます。氷たちはベリオたちと刀人とクシャルのたちを比較しましたが、刀人の兜割りの火力は高いものの、全体的に見るとクシャルのたちが最も火力が出るかと思います。先に百竜スロットについてですが、光竜の魂という百竜スキルが攻撃を当てると会心率が 25% 上がる、かなり優秀なスキルです。それを加味して弱点特攻と強化方向で会心率が 100% になるように調整してます。さらにクシャルダウラの太刀はもともと白ゲージがついているので、そのわずかな白ゲージを生かすために豪人研磨レベル3を使っています。残りは攻撃や超会心、氷属性強化などで火力を高めています。この装備は1点だけ注意するところがあって、他の火力スキルを優先した結果竜気活性がレベルについているので、体力が 50% 以下になると氷属性がなくなってしまうことに注意です。この装備のいいところは、氷属性が45とかなり高いところと、豪人研磨で白ゲージが90秒間維持されるところにあります。これによって氷属性が弱点の相手に対してはかなり安定して火力を出すことができます。なのでおすすめのモンスターとしては氷属性が弱点のモンスターに対してですが、例えばラージャンやディアブロスなどのモンスターにおすすめです。ただし難点として攻撃力があまり高くないというのがあるので、こちらも本当の最速を出そうとしたら攻術する物理たちに少し劣るかと思います。ただ光竜の魂によってかなり元の会心率が高いので、タイムアタックウィキなどの音も連れ込み不可という状況や、ガルク2体で行きたいというケースにおいては見切りを積むことですぐに 100% に行くので、アレンジが効いておすすめの装備だと思います。そして能刀術2の場合は攻撃が1落ちますが、渾身が1つく装備を作ることができます。少し会心が過剰にはなってしまいますが、十分強い装備かと思います。ここからは物理たちを見ていきます。まず一つ目は王道も王道、安定のティガタチ装備です。スキルは見切りレベル7と弱点特攻レベル3で、ティガタチの元々のマイナス会心を打ち消して強化方向で会心率が 100% になるように調整してます。そして火力スキルは攻撃レベル4と超会心レベル3、あとは胸にカガチを採用することで心眼レベル1をつけてます。そして能刀術3の5石の場合は2スロット分余りがあるので、そこに豪人研磨を入れることで少しでも白ゲージの時間を長くしています。百竜スキルはいつもの鉄柱主義強化です。この装備は高い攻撃力、白ゲージ、鉄柱主義強化によって兜割りの威力がかなり高いです。
そして弱点に当てさえすれば強化方向で 100% の回心率になるので、かなりスキルの効率が良く、現環境のタイムアタックで最もストレスなく安定して強い装備かと思います。この装備は兜槍の火力が他の太刀と比べてかなり高いので、おすすめモンスターとしては兜槍を当てやすいモンスターになります。まあ腕さえあればどのモンスターにもいけるみたいなところはあります。そして能刀術2のお守りの時は、自由な2スロ枠が渾身に固定されてしまいます。自由度は少し下がってしまいますが、この装備でも十分強いです。次にお団子火事場用の T 形装備を紹介します。スキル構成はほとんど先ほどの装備と変わりませんが、変更点としては心眼がなくなった代わりに1スロットが3個空き、そして何より隆起活性と支柱に活がついた点です。これは火事場をする前提だと必ず HP が低くなるので、隆起活性と支柱に活によって先ほどの装備よりも攻撃力が10高くなります。さらに余った1スロに気絶耐性を3つけることによって、火事場のためにわざと被弾して気絶することを防いでいます。能刀術が2のお守りの場合は、見切りが1個減って渾身になっている点と気絶耐性がない点は変わりますが、火力の理論値自体は変わりません。次は通常の名槌たちを紹介します。名槌たちは攻撃力、切れ味、会心率、スロットどれも優秀です。切れ味に関しては匠を1以上積むと白ゲージが出るので、今回の装備では匠をレベル3まで積んでますが、モンスターによっては匠を減らして合人研磨を入れたりしています。そして会心率は元々の 15% と見切りレベル5の 25%、 そして渾身や力の解放のプラス 10% と弱点特攻のプラス 50% で合計 100% にしています。百竜スロットは安定の攻撃力強化です。この装備の特徴としては、元々の会心率が高いこととスロットに余裕があることから、強化方向なしでの物理太刀として使っています。強化方向ありの場合は T 形の方がスキルの効率がいいので、この装備を使う場面だとタイムアタックウィキルールのような音も連れ込み禁止のルールや、強化方向猫以外の音もの組み合わせを使いたい場合になるかと思います。例えば強化方向は1回目の効果が終了するのがだいたいクエスト開始から4分後くらいになるんですが、もし目標タイムが4分以上ということであれば、強化方向が切れている間火力が落ちる装備よりも最初から画力2体でお供の火力を上げた方がいいという場面もあると思います。この装備で能刀術2のお守りを使った時は、匠が最大で2までしかつかないところと力の解放がないところが差として挙げられますが、正直火力にそこまで差はなく安定して強いと思います。次は隆起活性の名槌たちです。空いてるスロットに達人を1つ入れて強化方向込みの会心率 100% に調整して、あとはいつもの超会心スキル、そして切れ味のために匠を3つと合人研磨を1つ積んでいます。ここら辺は好みに合わせてアレンジが可能です。1スロットは研磨樹を3つ入れても2つ余っているので、そこにひるみ軽減や陽動などをつけるといいかなと思っています。この装備は隆起活性を発動させるのだけが手間ですが、一度発動すればどの攻撃も火力がトップクラスに高くなります。唯一兜槍に関しては T 形の方が少し高いというのがあるので、この装備は兜槍を打つ機会が少なく居合する機会が多いモンスターや、戦闘の流れで自然に逆恨みを発動できるようなモンスターに持っていくといいと思っています。あとは自分結構被弾が多いなと思っている人は、防御力の高さと属性耐性の高さから死ににくく、被弾してもそれを力に変えて火力が上がるので、あまり慣れてないモンスター相手に練習しに行く時とかも使いやすいと思います。そして能刀術2のお守りの時は単純に匠の数が1個減ります。隆起活性装備の場合は能刀術の差が露骨に差になってきます。次に紹介するのは隆起活性ティガたちです。この装備はかなり扱いが難しい代わりに火力はピカイチです。扱いづらい理由なんですが、会心率を渾身レベル3に頼っているところになります。渾身で 30% 分の会心率を担保してますが、それでも強化方向込みで最大 90% という会心率になるので、一度回避した瞬間に全てが終わる装備になってます。残りのスロットにはいつもの超会心レベル3と、2スロットは自由枠ですが合人研磨や達人などを組み込むことになるかなと思います。この装備の特徴としては、先ほど話したように火力はピカイチ、しかし渾身運用が難しいというところにあります。この武器がおすすめのモンスターは、立ち回りの中で自然に回避を挟まなくてもいいモンスターになります。太刀は回避を使わなくても一文字切りや切り下がりなどである程度位置調整が効くので、かなり慣れてきたモンスター相手に使うと飛びます。そして能刀術2の場合は空いてる2スロットに即能樹を入れなきゃいけないので、そこが露骨に差になってきます。最後に紹介するのは隆起活性4の名槌たちです。この装備は隆起活性5の装備よりも隆起活性を1つ減らして攻撃を4増やしています。
これによって火力自体が竜気活性5よりも高いです。スロット枠はかなりギリギリで、切れ味に関しては巧みに強靭1でギリギリ持っているという感じです。この装備は名槌たちでありながら、通常の手形地装備よりも兜割りの威力が高くなります。故に竜気活性5の装備よりも火力は高いです。そして足にバルク装備を使わなくなったおかげで防御力も低いので、火事場運用したい時に火事場の発動が簡単になります。火力面ではピカイチで、竜気活性5と同じような使い道でできるのでかなり優秀な装備になりますが、何がネックになるかというとお守りです。こちらが能刀術2で組んでみた装備になるんですが、ご覧の通り切れ味が本当にカツカツです。正直名槌たちに匠1強靭研磨1はかなり厳しいかと思います。この装備のデメリットを挙げるとしたら、最低でも能刀322くらいの護石が必要になるところにあるかと思います。それでは装備紹介は以上になります。今回の動画で特に物理たちに関してはかなり網羅できているかと思います。今後さらに新しい装備の組み合わせが発見できたり、イベントクエストやタイトルアップデートなどで装備が更新されたらまた動画にしようと思います。もし気になる方は良ければチャンネル登録お願いします。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。